目の前にある建物がおそらくその清楚な家なんでしょうな。あ、確かに清楚ではある。この匂いわかる？あ、音楽がいいな。ちょっと聞いてみようかな。やっぱこういう音楽を聴きながらワインを飲みたかった。このいろいろ混ざってすごくまずいワインを。まずい。絶対体に悪い。この匂いわかる？シナモンかな？シナモンって言ってたよね。多分俺のために作ってくれたんだろう。何かお菓子か何か。サプライズ。バタースコッチシナモンパイをどっちも入れるんかいな。結局両方入れちったよ。なんでそれ。あなたの到着をお祝いしなきゃ。はあ、ははあ、ここで素敵な日々を送ってほしいもの。はあ、もういいかな。じゃあもう俺もバイトやだからさ、もうここで生活保護的な生活したいよ。もう延々とこのトーイエルさんの家で紐として生活したい。仕事せずに素敵な日々を送ろう。だからカタツムリパイは今夜のお楽しみにしておくわね。それやめてくれ。そのアマゾンの部族的な生活は俺は嫌なんだよ。カタツムリのパイ、いやすまん、フランス人にすまないと思ってる。あいつらエスカルゴ食ってんだよな。もう一つサプライズがあるの。じゃあ、あえて反対側行こう。ちょっと待ってくれ。ここら辺なんか 2010X 年で終わっている古いカレンダーが入っている。アンダーテイル時止まってる説ありそうだな。このあーなるほどね。ちょっとやっぱ俺の RPG の経験から言うと、昔人間の勇者と言われる存在がモンスターをこのエボット山の地下に封印したんだよ。封印した時に時が止まったのかもしれない。本はどれも擦り切れている。きっと何度も読み直されたのだろう。そう、永遠の 2010X 年ずっと同じ本を読んでいたんだろう。だんだん分かってきてしまった。はったりかもしれんが、これほうきかな。掃除道具の先端は安全のために丸く削られている。楽器っぽいね。ネックが非常にぶっといんだけど。歴史書だ。当てずっぽうにページを開いた。結界に閉じ込まれ、人間の恐ろしい攻撃に屈した我々は後退した。遠くこの地の洞窟の端に着くまで我々は歩き続けた。ここの モンスターたちの過去ですね。これが私たちの新たな家となった。名付けてホーム。特にひねりはなかった。我らの偉大な王も名付けに関しては下手と言わざるを得ない。確かにな。いやー、花も枯れてしまっているんじゃないか。とりあえず暖炉だな。この暖炉に話しかけないとね。 RPG だったらまず炎は焼けつく暑さではない、心地よい暖かさ。中に手を突っ込められる。それはおかしくないか。これはジブリのあれじゃないか。名前は出せないが、動く城に登場するような、ああいう感じなんじゃないか。ああ、味わい深いな。このヨーロッパの昔のキッチン用品だな。そしてこれ昔ながらの1980年代っぽい冷蔵庫。もう2つしか扉がないからね。なぜか冷蔵庫の中にはブランド物のチョコレートバーが入っている。ブランド物。もう主人公のニートがブランド物のチョコレートバーが入っているってわかるっていうことは、意外にもどっかと人間世界とつながっていて、あのトゥーイエルさんは買い出しに行ってるんじゃないだろうか。いや、それかまだ封印される前の時代にやたらチョコレートが好きで溜め込んで買っていた分、こう残っているのかここに入っているのか。まあ、バーだからね、アイスだし。排水口には白い毛が溜まっている。あのトーイエルさんの白髪じゃないのか。カップボードの中にはモンスタージンジャーブレッドの型抜きが入っている。なんだそれ、もう想像できないぞ。ジンジャーってのは生姜でしょ。モンスタージンジャーブレッド、俺があのハバネロかなんかかと思ってたのが、もしかしたらジンジャーブレッドなのかもしれない。
もう名前読んでなかったわ。なんていい香りだろうか。しかし食べるには熱すぎる。これがその、なんだ、なんちゃらスコッチシナモンパイなんじゃないのか。コンロはとても綺麗だ。トイエルは代わりに魔法の炎を使っているのだろう。じゃあコンロいんねえじゃん。じゃあ行くか、もう行くしかない。と思ったらここに階段があった。行くしかない。やっぱやめよう。やっぱやめよう。俺やめよう。あれ絶対言ってはいけない感じだった。俺わかる。俺 RPG やっていたからわかる。こっちよ。あ、手をつないで。あなたの部屋を気に入ってくれるかしら。あー、癒される。なぜだろうか。あれ焦げ臭いわ。あなたはくつろいでいてね。だから暑かったのか。暑くて手をつけられないと言ってたのはその火がついていたのか。これ目に悪いぞ。リラックスできないよ。全然人間のこと分かっていない。もうちょっと白を基調とした部屋にしてくれ。てか何なんだこれ。木目まで赤ってことはさ、これ床も全部赤色じゃないか。これは寝れねえよ。興奮してしまう。これ宝箱なんじゃないか。バラバラの大きさの子供用靴が入った箱だ。そうでもない。凝ったゲームだな。いいな。イケてるおもちゃだ。あなたが気に入るようなものではない。イケてねえじゃねえか。イケてねえじゃねえか。ツッコミを入れることのできるゲーム、素晴らしいな。空っぽのフォトフレームだ。ホコリが積もっている。フォトフレーム。前使っていたんでしょうね。うん。子供の部屋っぽいから、昔子供がいたのかもしれないな。まあ、即席でこの部屋を用意するっていうのはおかしい、おかしいよね。普通に考えるとね。寝るか、もう。寝るしかねえな。あ、ちょっと待って、タンス見よう。タンス見れないと。こんだけでっかく置いといてタンス見れない。もう寝るしかない。寝よう。あ、寝るんだったら電気消しとけば。あ、置いてくれた。優しい。バタースコッチシナモンパイを見つけた。そこに全部ぶっこんで出来上がったシナモンパイを食べよう。やっぱ食べるのやめよう。ちょっと待って、これ腐ると嫌だな。食べるか。やっぱやめよう。取っておこう。前にこんな形の植物を見たことがあるが、名前はわからない。え？これもう花が開いてないでしょ、これ。俺も見たことあるな。なんだろうな。覚えてないな。これはなんだろう。日記じゃないか。トイエルの日記だ。丸印がついているページを読む。読みましょう。トイエルさんがいないうちに読んでしまいましょう。この丸印がついているページどころではなく、もう1ページ目からザラッと読んでしまいましょう。ページを読んでみた。どうしてスケルトンは友達が欲しいの？スケルトンは友達が欲しいの？これモンスターだな、きっと。それは一人ぼんちだからさ。急にここに来てジョーク。他のページも同じレベルのジョークで埋まっている。あ、そういえばね、このゲーム英語版なんですよ、僕。これ英語版買ったんですけど、日本語化モッドがありまして、モッドっていうかその、このゲーム好きな人たちが、まあ、ゲームを翻訳して、その翻訳したデータっていうのを公開してるんですよ。で、それをね、僕が、まあ、上書きしたんですね。なんだけど、話によると、もうそろそろね、このゲーム、公式で日本語化されるみたいです。ですから今の親父ジョークが、アメリカンジョークに変わるかもしれません。ですからね、早くに、日本語化する前に、公式で日本語化される前にクリアしてしまいたい。この親父ジョークをね、日本人ならではの親父ジョークを楽しみたい。まあ、アメリカンジョークは一切笑えないからね。ああ、サボテン、これこそ最もツンデレな植物だと言える。このツンデレなんてのはアメリカンチョークじゃ言わないだろうね。ああ、まあ、覗き見してみた。なんて恥知らず。トイエルの靴下が入っている。匂い嗅いとこう。地下植物の百科事典だ。あなたは真ん中あたりのページを開いた。ガマ。茶色く楕円形で、鞘を生やす湿地で群生する植物。ウォーターソーセージの別名で、親しまれている。全く意味がわからん。
明らかにツインサイズのベッドより大きい。でも枕が一つ。相当巨大なんだな、あのトゥーイエル。あ、ちょっと待ってくれ、これ。なんだこれは。これは中国人が赤すりに使うカゴなんじゃないか。何の変哲もない古いバケツだ。カタツムリ入りの、ああ、食べ物でした。部屋が多いな。花の種と折れたクレヨンが引き出しに入ってるらしい。これ何？おお、びっくりした。おい、なんだこれ。リフォーム中。1、2、3、俺とトゥーイエルと誰か、まあ、普通に自然に俺が子供だとすれば夫がいてもおかしくない。このメガネのかけ方は老眼鏡のかけ方だな。このメガネをね、この鼻の下の方に乗っけて、こうなんつうの、文字読むんだよね。老眼ってこうなんつうの、この距離が大切みたいだよね。この文字を見るとき、この焦点が合わないって言うからね。まあ、俺は遠視と乱視を生まれながらに持ってるから老眼の気持ちがわかる。お客さんを迎えられて本当に嬉しいわ。久しぶりに落っこってきたとかなんとか言ってたよね。まあ、久しぶりっていうのがちょっと引っかかるけど、おすすめの古い本がたくさんあるの。ああ、なんか歴史書あったよね。俺ちょこっと読んじゃった。お気に入りの虫取りスポット、虫とかいる。じゃあファンタジー的な世界観臭いな。お勉強のカリキュラムも考えてあるの。もう教育ママに転じそうだ。びっくりするかもしれないけど、私先生になるのが夢だったの。まあ、確かに今はこの感じは教頭って感じがする。もしじゃない、あんまり大した驚きじゃないかしら。とにかくその顔は教頭の顔してるぞ。一緒に暮らしてくれて嬉しいの。あ、何か欲しいものある？何かご用？いつ家に帰れるの？なんもないよ、なんもないよ。もう泊まろう、もうここで一生過ごそう。何か必要になったらまた行ってね。よし。あ、まだ半分残ってる。大きすぎて食べるには勇気が必要だ。じゃ、もう一回寝たらこのパイの形が変わるかな。今のところ、なんだこれ、6等分みたいな感じだけど、あのパイが減っていたら、もうねえ、あのパイがなくなるまで寝ていたい。俺はちょっとやってみる価値あるぞ、実況やってんだから。いや、とりあえず音ね、ライト消して寝よう。さあ帰ろう。そうかな、もう用ないだろう。ちょっと行くした、これ下行ったらやばいかもしんないな。これセーブポイントがないからさ、ここまで来てね、やり直すの嫌なんだよ。こんにちは。私が読んでる本のこと気にならない？72のカタツムリ活用法っていうの、どうかしら。そんなカタツムリの話するから俺はどうやって出るのって聞くことにしたよ。何なんだカタツムリの活用法72とは。カタツムリの面白い話をしましょうか。カタツムリはね、そんなにカタツムリで語らないでいいわ。成長すると消化の仕方が変わるの。面白いでしょ？うん。さ、確かにそれは面白い。なんかあったらいつでも言ってね。さ、帰りましょう。ルインズを出る方法。やばい、唇がやばい。プロ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 ってなってる。やばいぞ、これ。やばいな。用事を思い出したわ。ここにいてね。用事じゃない。唇が半端じゃないと。スキャットマンのような口の動きしてる。トゥーイエルにぴったりなサイズだ。とりあえずシナモンパイは減らない。シナモンパイが減らないんだったらもう話が進まないだろう。どこに行ったんだあいつは。自分の部屋か。違うな。あれ、日記進んだりしてる。ダメだ、もう何にも進まないぞ。じゃ下の階行くしかないのか。死ぬんじゃないのか。ここで死ぬのだけは避けたいぞ、実況的にも。いや、もう俺基本このゲームノーカットでやってるからさ、死んだら死んだでもカットしなくちゃいけないから、もう全力でいくぞ。
お家へ帰る方法が知りたいのね、我が子よ。この先に遺跡の出口か。あ、思い出した。やっぱこれ遺跡だな。やっぱ言ったじゃん、最初に伏線があるって遺跡。あれなんだっけ。やっぱり文章覚えてないもん。やっぱりお酒飲んでいたせいでもう何もかも中途半端にしか頭に入ってこない。外の地下世界につながる一方通行の出口。外の地下世界につながる一方通行。ああ、はいはいはい。これ地下世界の中のダンジョンってことだな。私はそれを取り壊そうと思うの。そしてどうなるんですか。ここからまた誰かがいなくなってしまうことのないように。はあ、いや帰れないということなんじゃないか。だからいい子にして上の階に戻ってちょうだい。いやもう行くでしょ、もうここまで来たら。ここまで来て行かないと多分バッドエンドくさいぞ。なんか話の流れが急に重い感じになってきた。あ、もう目がやばい。ここに落ちた人間はみんな同じ運命をたどっていくわ。私はそれを何度も何度も見てきたの。本気だ。これやばい。これ本性だ。これやるしかないぞ。戦闘だ。やってきて。ここを去って死ぬ。何も知らないのね。もし、ルインズから出たりしたら、あいつが、アスゴーウェ。アスゴーウェ。アスゴーレ。アスゴーエかな、なんだこれ。があなたを殺すわ。ちょっと待って、エアコンじゃない、扇風機。アスゴーエってなんだよ。誰だよ、そいつ。私はあなたを守っているだけなの。分かってちょうだい。やっぱアスゴーエってのが相当やばいやつっぽいのは分かった。部屋に戻りなさい。行くよ、もう。セーブポイントがないんだから。私を止めないで。これが最後の警告よ。もう行きますよ、もう。速攻で。0.1 秒で行くわ。そんなにここから出たいの。まったく。セーブポイントを置いておけば、俺はこんなことにはならなかったと思うんだ。設置しないからだ。あなたも他の人間と変わらないのね。一つだけ方法があるわ。出る方法か。なんだ。私に証明してみなさい。生き残れるだけの強さがあると。やはりな。行く手を阻んでいる。おっと、音楽がやばい。超盛り上がってきた。ちょっと聞いておこうかな、この音楽。そしてメロとサビがありそうな感じがする。とりあえず話すか。あなたは何の会話も思いつかなかった。死ぬんじゃないか、これ。やばいな、これ。トーイエルは魔法攻撃の準備をしている。おい、明らかにやばいだろう。話す。あなたはもう一度何かを言おうと試みたが、やばいやばいやばい。はいはいはい。やばいな。次で死ぬ。頼む、心変わりしてくれ。皮肉なことに、やばい、地震だ。やばい、マジでやばい。ちょっと待って、本当にでかい。はい、今回もアンダーテールの実況プレイをやっていきたいと思います。前回なんですけど、前回ね、ちょっと地震でなんだっけ、トーイエルさんとの戦闘中断したので、とりあえずトーイエルさんとの戦闘まではね、カットしたいと思います。もう一回さっきと同じことをやらなければいけないのでね。やるか。どうやって倒せんだよ。めちゃくちゃ強いだろ、こんなの。何の会話も思いつかない。あ、やばいやばい、また食らっちまった。トーイエル魔法攻撃の準備している。話す。多分ね、何回か話せば心変わりすると思うんだ、このパターンは。
ああ、前回よりはマシだ、前回よりはマシだ。皮肉なことにこの状況ではどんな言葉も意味をなさないようだ。あ、やばい、どう来るんだこれ。トーイエルは冷徹に振る舞っている。皮肉なことにこの状況ではどんな言葉も意味をなさないようだ。本当かい。おいおいおい、ダメじゃん。これどうするんだよ。これ負けるぞ。戦うしかないようだ。しょうがない。17ダメージ。この強さ、これあれだ、死亡フラグじゃない、あの負けイベントなんじゃないのかな。驚異的な強さだぞ。おい、あんなの無理だろう。あ、なんか今適当にやったら逃げ切れた。トーイエルは冷徹に振る舞っている。魔法攻撃の準備をしている。倒しちゃっていいのこの敵。なんだ今の、なんなんだ今の。話してくれ、頼む。今の当たるわけないだろう。マーシー、見逃すとか俺が言うセリフではないか。話す。全ての敵と友達になれるんじゃないのか。調べる。あなたにとって何が一番かを知っている。あなたにとって何が一番か。やばい、もう弾が当たらないぞ。なんか向こうから避けてくれるようになってきた。なんか使うか。これパイだろ。おい、そういう感じじゃないと。どうするよ。倒せってことかな。俺が聞いた前情報とは違う。行くしかない。倒すぞ。そうだ、俺シナモンパイ食っといてよかったわ。57ダメージ。あ、なんだなんだ、失敗した。これむずいな。いけお前。58。あー、余計な動きが多いんだな。293。いきなりダメージが加速したぞ。私が思っていたよりあなたは強いわ。よく聞いて、坊や。この先のドアを開けたら、ひたすら歩き続けなさい。そうすれば出口が見えてくるわ。これもう倒していい相手だったのか。あ、すごい。あ、すごいにソウルを取られないで。あ、すごいってなんだよ。一体どういうやつなんだ。彼の思惑通りになってはいけないわ。あ、すごいが相当やばいやつみたいだな。いい子で。いるのよ。我が子よ。かな、なんか、相当やってはいけないことをやってしまったような気持ちになってきた。じゃあどうすりゃよかったんだっていうな。
いや、なんか倒さないようにしてたんだけど、話に応じてくれないからさ、パイも使っちゃったし。いいの？これ死ぬんじゃないのか、これ。バッドエンド的な感じで死ぬんで、ではないか。普通だったら死ぬでしょうな。へへへ、お前、一番最初の、あの出っ歯じゃないか。君のしたことに後悔してないといいんだけどね。やっぱりダメなんじゃん。今さら後戻りして運命を変えられるわけじゃないんだからさ。はあ、この世界ではやるかやられるかだ。あのババア、その掟を破れると思って一生懸命君たち人間を救おうとしてさ。だけど結局、へへ、自分がやられる羽目になったと。自分自身さえ救えなかったんだ。本当にバカだよね。何なんだこのタンポポなのかヒマワリなのか知らないが、この植物モンスターは。お前がアスゴーイ臭いな。アンダーテール、これがチュートリアルなんでしょうかね。 by トビーフォックス、これ作者の名前ですね。もう音楽からして不穏だな。なんだ、何か出てくるぞ。 なんだこの棒切れは。これ絶対避けるだろう。おっと、なんかが切れた。あの棒切れを誰かが踏んだ音だとすれば、これはビッグフット的な超巨大な何かが、あ、ちょっと今止まってはいけない何かが見えた。これ多分走り続けないとまずいパターンだぞ。ちょ、音楽がなんかどんどん近づいてきてる。これ早く渡んないと。あ、渡れない。自分の心の闇的なものが迫ってきた。人間、ここでの挨拶の仕方を知ってるか。こっちを向いて俺と握手しろ。何今の音楽は。超汚い音楽。へへへ、ちょっと古い手だがブーブークッションさ。いつやっても面白いもんだ。ブーブークッションとか俺もう見たことないぞ。いつの時代だよ。とにかくお前人間だろ。そりゃまた愉快だ。俺はサンズ、スケルトンのサンズさ。俺はここで人間を見張ることになっているんだ。でもまあ、捕まえようとまでは本気で思っちゃいないさ。だが俺にはパピルスって兄弟がいたな。あいつは熱狂的な人間ハンターなのさ。多分今も向こうにいると思うんだ。いい考えがある。その門みたいなのを通り抜けるんだ。これか。これはパピルスが作ったんだが、足止めにはどうも大きすぎてな。もう隙間から出れるもんね。意味ない。急げ。あのちょうど良さそうな形のランプに隠れるんだ。もうランプに隠れるよりも後ろのあのなんだ、あのなんかいかにも神道的な建物に隠れた方がいいんじゃないか。超でかい。よう兄弟。なーにがよう兄弟だって。あれからもう8日も経っているというのに、お前のパズルは未完成じゃないか。なんだ、どういうことだ。あ、パズル、あ、パズルをやってたと。様子を見に来れば、持ち場をもう離れてほっつき歩いてて、一体何してたんだ。ランプを眺めてたんだ。最高にクールだぜ。お前も見たいか。なんでランプに隠れたっつってんのに、お前も見たいかってランプに注目集めさせてんだよ。これダメだろ。だったらその横にあるその木製のなんか建物の方に目を向かせろよ。なわけあるか。そんなことに時間を使う暇はない。
見つかったのに。それでもし人間がここを通ったらどうするつもりだ。どうなっちまうんだ人間がここを通ると。俺様は準備がしたいのだ。俺様は絶対に人間を捕まえるのだ。そしてこのグレートなパピルス様は全てを手に入れてやる。人間を捕まえると何か褒美的なのがもらえるのか。全てを手に入れる。それか人間のそのここにこの地下に追いやった勇者のスーパーパワー的な何かをこの骸骨は欲しがっているんだろうか。尊敬の目指し、称賛の嵐。やっぱ尊敬ってことはそうだろうな。やっぱヒーローを倒すとこの明日合意から何かがもらえるんじゃないか。あ、やっぱりな、王国騎士っていうからね、あるんだな。やっぱ文明が栄えているようだ。みんなからは友達になってくれと頼まれ、今朝の目覚めにはキスのシャワーを浴びるのだ。キスのシャワーは汚えな。それはやだろ。じゃあこのランプが助けになってくれるだろうな。ちゃんとこれあれだな、答え教えてるんじゃん。はめられてんだ俺は。全然いいやつじゃねえなあいつ。サンズさ、さっきから何を言ってるんだこのぐうたら骨。座って油打ってばっかりでどんどん怠け者になってるじゃないか。おいおい、俺だって骨身を削って仕事してるんだ。骨身骨だけにな。サンズ、おいおい、お前笑ってるじゃねえか。だがそのギャグは嫌いなのだ。はあ、なぜこんな素晴らしい俺様が名声を手に入れるためにこんな苦労しているのだ。いや、それはしょうがないじゃん。お前の仕事だろう。仕事っつうのはそういうもんなんだよ。つまんなくてもやるんだ。まあお前も働いてばっかいないで、そろそろ骨を休めた方がいいぜ。身がないから骨を休めなくては。ぐ、俺様はパズルの作業に戻るが、もうパズルやってんだったら人間を探す気がないということなんじゃないか。お前も怠けてばっかいないで、自分の仕事にもう少しコツコツ取り組めよ。あ、これか、あのさっきのトーイエルさんの日記に書かれてたスケルトンっていうのは、この親父ギャグばっか言ってるしな。にへへへへ。なんだ、よし、もう出てきてもいいぞ。ちょっと待って、これ、恐ろしいぐらいにこれ形一緒じゃね？もはやランプにすら見えないぞ、これ。すごいな、この形。偶然すぎないか、この形、ランプの形は。もう色が違うだけだろ、これ。行きな、あいつが戻ってくるぜ。それとも、また俺のイケてるジョークを聞きたいか。もう行くか、もう行くしかねえな。なあ、ちょっと頼みを聞いてくれないか。最近、どうも兄弟の元気がないようでな。相当元気あったぞ。あれ以上元気になっちゃまずいよ。あいつは人間を見たことがなくてな。お前さんを見ればはしゃぐかもしれない。心配すんな。あいつは危険なやつじゃない。確かに危険そうには見えない。本人はそう思ってないだろうけどな。なるほど。うぬぼれてるんだ。感謝するぜ。俺は先に行ってる。また会えそうだな。あの名前なんだっけ、サンズ。このランプの都合良さにあなたは決意で満たされた。そう、確かに俺も今セーブしようかなと思ってた。で、本当だったらこの辺りで一旦ゲームをやめるべきなんだろうけど、前回地震で途中でゲームやめたから、これをパート2にした場合動画の長さが何分になるのかわからんな。まあいいや、一旦ここで切る。そうだね、一回編集しようということでね、今回、ここで、実況、とりあえず終了したいと思います。次回はね、ここら辺の雪原フィールドを探索しに行きたいと思います。それでは、さようなら。